にちは。今日は皆さんと一緒に学校で縄跳びチャレンジをやっていきたいと思います。では始めていきましょう。はい、それでは縄跳びチャレンジをやっていきます。まずはじめにアキレス腱だけ伸ばしておきましょう。はい、では縄跳びを準備して。縄跳びの長さなんですけれども、いろいろ皆さんの跳び方によって長さは違うと思うんですが、よいしょ、こういったものの場合、おすすめですね、私のおすすめは、まずこう胸ぐらいまでに持ってくるのがおすすめです。長さはで持つ位置が、まあ、この近くの方がやりやすいって方もいれば遠くの方がやりやすいんで、遠くになるとやっぱ長さが高くなるんで、それに調節しながら飛んでみたりして試してから長さ変える方がいいと思います。じゃあ今日はこの16個を飛んでいきたいと思います。まず20秒間ジャンプします。でその後10秒休憩、20秒間ジャンプして10秒休憩、これをやっていきましょう。じゃあまず最初やっていきますよ。最初はこんな感じの普通のジャンプからやっていきます。さあ、じゃあ準備していいですか。こんな感じよ。はい、じゃあ飛べるところから飛び出してみて。はい、今から20秒間でスタート。
いステップを押して、はい、ラストはハイダッシュでやっていきましょう。準備はいい？準備して。呼吸を大きくしておいてね。まずは普通に飛んでいきます。はい、スタート。試合前